わっさっ270。はい、ということで今日はですね、コレットの新スタパがもうすぐ出るということでね、もうすぐ出るんですよ。ってことはもうすぐなんですよ。もしかしたらもうすぐなんですよ。はい、もうだからすぐ出る、もうすぐしか言えないんですけど、ですね、まあこのスタパね、正直言って超微妙、超微妙、はい、もう超微妙なんですよね。もうなんか運営さんおとなしくなっちゃったんかなみたいなね、みんなにガヤガヤ言われておとなしくなっちゃった。なんかこれと強化入ってたんですけど、そんな強くなくないっていうか、見なくない、見ないよね。うん、見ないんですよ。はい、まあそんなことどうでもいいんですけど、見てください、このスターパワー。必殺技を発動するとダメージを 10% 軽減するシールドが5秒間発生する。で、当たった敵1体ごとに軽減率が 10% 増加するということで、まあエメハンとかだったら最大ね、ですね、 40% まで上がる、 40% 軽減するシールドが5秒間つくよっていう感じです。で、バトロイだとまあワンチャン絶対ないんだけど、絶対ないんだけど、まあ9人に当てたら 100%、 10% 軽減が5秒間で、プラス一体 100% バトロイで全員に当たったら無敵よ、無敵。はい、理論上無敵ということでやべえ、ちょっと面白い企画思いついちゃった。はい、まあそれはいいんですけども、まあ正直ね、微妙ですね。で、他のね、キャラクターのですね、まあ防御系をちょっと見ていきますか。ブルがですね 30% ですね。あのちょっと感覚思い出して、あの感覚で 30% なんで、まあ割りかしかなっていう感じはしますね。結構 40% って結構防御入るんだみたいなね。で、ウルトか、こいつの人ウルト見ましょう。あ、ローサは 70%、 それはもう論外ですねローサはもう、で、これ縦が、あ、はい、 90%、 これも論外です。論外すぎますね、ここら辺は。強すぎるってことです。で、カールですね。カールが、30%、 いや微妙なんかな、やっぱ微妙かな。うん、で、このガジェットじゃなくてスタッパね、こっちか。いや、これも論外ですね、これ強すぎる。そうだね、そんぐらいかな、防御系。スプラウトのスタッパは、いや、わからん、わからない、うん、わからないわ。はい、クロウのガジェット見ていきよう。60%、 40% か、最大微妙いな。若干微妙な感じしてきましたね。まあとりあえず使ってみますか、どんな感じか。じゃあ訓練いきます。いや、ほんとね、マジで微妙だと思う。しかも最大 40% で3体当てなきゃいけないからね。3体当てなきゃいけない中で 40% っていうのは相当弱いよ。もうちょっとね、違うんだよね。なんか、しかもさ、これさ、ウルト使って、もう1個目のスタパがさ、押し出す系だったの、覚えてますか？でさ、これ今回押し出せないんですよね。はい。これ押し出せないんですよ、こうやって。違うんだよね。俺が思ってたのは、押し出すとともに、シールド貼ってほしかったの。わかる？ビヨーンって。それがちょっとなー、ちょっと違うよね。欲しかった部分が、まあ、なんか、1個減って、まあ、みたいな感じ。で、これね、往復して、帰ってきてから5秒。帰ってこと、この状態。じゃ、これが5秒続くっていう感じですね。まあ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 、しかも3人に当てて 40% だからね。タラで吸って、そこ通って 40% だから、10% でしょ、だから。あ、違う？40%、 20% か、1人に当てて 20% か、当たんなかったら 10%、 20%、 全然じゃない。ちょっと待って、これコレットさん、ザコレットさん、もしかしてザコレットさんじゃない。俺これあんま欲しくないかもしれない。うん、なんか久々にワクワクしないスタパですかね。まあ、サージのスタパで言ったら最近ちょっとおとなしくない、運営さん。まあ、最初に飛ばしすぎて強いやつ出しすぎちゃった説はある。本当はこんぐらいのスタパの方が多分妥当なんだろうけど、他がちょっと強すぎるからめちゃくちゃしょぼく見えますよね。当たんなかったら 10% でしょ。しかも1体に当てて今、ああだから250軽減、へえへえって感じ。もう一回いく？1回当てて
これは350でしょ。うん、250じゃなかった、150だった。すごい微妙だね、 20% って。普通に食らうし、まあ、ちょっとは耐えるんだろうけど、でもさ、あの押し出すのが強くなかったな、あれが強いからさ。さあ、はいって感じですよね。まあ俺が出してる時にはもうね、この情報がすごい出回ってるんですけど、まあ一応これ先行プレイです。はい、運営の方がですね、開発ビルドを提供してくれて、先に使ってますよっていう感じです。まあちょっとね、まあ、エメハンのミッドで使えるかなぐらいかな。バトロイはちょっと微妙いかもしれないので、ちょっと一回やっていこうかな、じゃあ。はい、ということで、一回ちょっとエメハンね、ボットなんですけど、エメハンの感情を見ていきましょう。ちょっとね、微妙だよね。コレット自体あんま見なくない？まず。俺そんな使わないからね、こいつ。なんか、まあ、俺がこんなこと言っていいのかわかんないですけど、あんま使ってて、まあ、楽しくはないよね。ちょっと待って。ここに置いとこう。で、これで行くよ。よいしょ。あ、待って待って。これ。おー、まあ、あれ死んでたけど死ななかったっていう。まあ、一撃ちょっと耐えれるようになる。だからめちゃくちゃでかい火力の。だからダイナマイク、シェリーとか。シェリーとか、ああ、でもそういう敵には多分強いね。シェリーとか。ダイナマイク、シェリー。あと一発が強いのはなんだ？プリモはあれだ、ノックバックが強い。あとナーニとかね。そういう系が来たら、ウルトを使って、まだ今 30% 軽減だよな。いや難しい、当てなきゃいけないっていうのがね、ちょっとあれだよね。いやなんか面白くね、ちょっとひねってくれてるんですけど、実際め結構難しいっていう。これで 30% でしょ、あれで。あー、どう思いますか皆さん。ちょっとコメント欄にぜひともよろしくお願いします。まあ、試合というか、あれで使ってみなきゃわかんないですけど、あれこんな早かった？いやー待って、もしかしたら割と強いかもしんない。ちょっと待って、ちょっと待って。もしかしたら割と強いかもしんないよ、これ。まあ、数値的にはちょっと弱いかもしれないんですけど、まあ、必殺技とは絶対合ってると思います。でもノックバックないからこそ、得るものがあるかもしれない。なんだろうね、ちょっと使ってみなきゃ。まあだからちょっとすぐ多分出ると思うので、またね、なガチャなりなんなり引いて、当ててからね使っていきたいと思います。まあバトロイも、バトロイは結構強そうだね。バトロイエメハンかな。サッカーは、いやなんかあんまちょっとね難しいっすね。コレットのウルト自体が難しいんで。あ、でもどうなんだろう、ウルトを結構使え、なんか例えばっすよ、一回使って死ぬ時多かったじゃないですか。あれがなくなるから、もしかしたら結構今みたいにちょっと今連打できたじゃん、まあ、ボットだからかもしんないんですけど、もしかしたら強いかもしんない。うん、コレット、うん、まあ、やりきるのはスタッパーじゃなくて、このウルトぐらい、ウルトとガジェットぐらいじゃないですか、敵をやりきるのって。でだったら結構まあ強いかもしれないかな。難しいですね。はい。まあ、とりあえず来たらね、また使っていきたいなと思うので、楽しみにしておいてください。ちょっと溜めちゃったね。はい。ということで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。ただいまお昼です。はい。ということでね、皆さん学校頑張ってると思うんですけども、ありがとうございました。まあ、すぐね、動画出すと思うので、ぜひともね、高評価、チャンネル登録、声があってこのグッドボタンね、ぜひともよろしくお願いします。ということで、追っていきましょう。皆さん、それで、わだっ！